アップルウォッチのバンド何つけてますか。今日アップルウォッチのバンドについてのお話です。無限にあるアップルウォッチの中でどれが一番いいか一つには決められないんですけど、大別するとアップルウォッチのバンドは匂うか匂わないか。このブレイデッドはねすごい匂います。そう、素材がね汗を吸うものと吸わないものを2つにね分けられます。一番最初購入すると、まあ初代の時かな、買った時にはあのシリコンのバンドしかなかったんですけど、そこからまあシリーズが重なるにつれていろんなのが出てきました。そしてこのブレイデッドシリーズだとか、ちょっと布製のとか、なんかそういったものは、長年使っているとね匂ってきます。まあ定期的に洗濯したりとかすると匂いが取れるんですけど、それがね感覚的にだんだん短くなって、2日3日つけてると髪をこうしたりとか、こう頭の後ろかいたりとかすると、なんか今匂わなかったみたいな感じなのが起こるわけよ。でそれでねある日突然気づくの、これからアップルウォッチ買う方、一番最初にバンドを選べるんですけど、汗をこう吸うものはちょっと避けた方がいいと思います。で、2本目3本目になった時にちょっとまあ変化球で欲しいなと思ったらぜひ購入してください。ただね、追加で購入するとこれ、このバンドだけでもね1万4800円します。ダイソーにサードパーティーのね200円か300円でねバンドが売ってます。 Amazon とか楽天でもいろんなサードパーティーの商品が売ってます。僕もね全然、純正のものじゃないものもいろいろ使っています。これだけ覚えておいて、 Apple Watch のバンド、買うときに匂うか匂わないか、これだけを注意して購入してください。本当にそれだけをねもうみんなにね教えてあげたら、本当に匂います。これ匂う、すげえ匂うよ。今日の動画は以上です。もし匂うバンドを持っていたらコメントください。チャンネル登録、グッドボタン、まあ匂うバンド以外の話もぜひコメント欄に残していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ダルルタカタカギディンナグデッタギントランナダカテテタカダルルティルタダルルティルタダルルティルタ。